こんにちは、ヨシッサです。動画見てくれてありがとうございます。はい、今回はモンストまとめと評価と考察をやっていこうと思います。で、5月10日はモンストの日で、ラキモン3種以上で選べるレベルが2つあります。で、通常でフェルビスケット1個と特玉が1個と重霊族が2個になります。はい、まあ今週はかなり暑いので、ぜひ作ってください。で、エヴァンゲリオンの、ユーザー参加記念達成でコラボクエストが消費スタミナが2分の1で出現してきます。これもかなりまだ運極しない方はぜひぜひ運極、消費スタミナがね、2分の1になってるのでかなり回れると思います。で、エヴァンゲリオンのコラボ記念キャンペーン開催で、神殿初歩の幕絵があります。これもかなりでかいです。はい、まあ、ワクワクの実が2個だったり、排出率が、2倍となっているので、あとノーマルクエスト、5月9日から、ありますので、これもぜひぜひ、頑張ってやりましょう。はい、まあ、特に今回は、モンストの日のラッキーモンスター選べるベル、この2つが本当にでかい。はい、続いてが豪絶ノクターンになります。まあ、これも何が来るのか、適正キャラは何が入ってくるのか、これもかなり、楽しみかなと思います。初回の降臨日が5月15日の金曜の19時からになってます。いや、これ本当何が来るのかな。はい、続いてが獣神化情報になります。神獣来ましたね。光属性神獣、まずはアビリティから反射の砲撃型、レーザーストップ、全属性耐性 M、無属性耐性 M、ゲージが超16バリア、SS 短縮、SS が触れた最初の敵を乱打し、吹っ飛ばす、HP& 回復、16ターンプラス8ターン、友情がグリッターボール、サブが防御アップになってます。まあ、クエストで言うと、本当、キングの19の国の圧倒的な強さと、まあ、16バリアがありますので、まあ、覇者の塔だったり、で、まあ、ワクワクの実は、まあ、同族の過激とかが、おすすめかなと思います。まあ、遊撃は、遊撃群れて、同族の過激などがおすすめかなと思います。で、これ本当、真珠持っているので、ちょっと使ってみたいかなと思います。いや、本当、金儀、いつもね、ソロモンとか、1体しかいないので、いや、これ本当、ありがたいかなと思います。あと、他にも、まあ、16バリアだと、まあ、レンブラントとか、あとは、まあ、ハグアだったり、まあ、チオとか、います。はい。まあ、本当ね、本当ちょっと使ってみたいです。で、解禁日が、5月の12日になります。はい。いや、本当これ、めっちゃ楽しみ。攻撃型っていうのはかなりでかい。グリッターボールは確かイリアの、友情コンボで、これが攻撃型なので、かなりもう、デュポンとか、モスキートとかエルドラドだったり、まあ、カナンだったり、まあ、どこまで、ダメージが入ってくるのか、かなりこれも楽しみかなと思います。はい、まあ、天気は本当19の僕の本当、最適性かなと思われます。はい、はい、続いてが、ロキ重心化回、いや来たね、ロキ来たね。はい、見ていきましょう。反射の超砲撃、アビリティがアンチダメージロール、マオキラー M、 ゲージでアンチ減速化で、コネクトスキルが超マインスイーパー、友情底力で、これ条件が自身と種族が異なるキャラクターが2体以上、または合計 HP が、1500以上、 SS がスピードとパワーがアップ、アンド友情ビットを展開、友情がワンウェイレーザー EL、 サブが状況爆発。はい、もう艦隊性能やばすぎ。まず商業爆発に超砲撃でワンウェイレーザー、これ本当魔王のクエストは本当にもう解けるぐらいやばそうで、アンチ減速化でがあり、あとコネクトスキルが超マインスイーパー、まあ、コネクトスキルが、ついているとエリシオンに行けるのかなと。ダメージ、あー、原則壁とマインスイーパー、これ原則壁とマインスイーパーは本
と、あのクロノスとかシャーロック・ホームズ、あと、レストレードかな。なので本当このアビリティは本当に貴重なので、いや本当ローキ重心高い、本当にこれは強いと思う。であとジューダスとかも、まあ、原則化で、まあ、反射で、まあ、いけるのかなと。あとキンキの3の5にも、いけそうかなと思います。でこれ魔王は本当これやってるなと思います。でコネクトスキルが、HP、合計 HP が1500以上なので、同族加盟とか、戦型の加盟と、劇種の加盟もありますので、まあ、その加盟をつけると、HP が1500にいくので、割と、コネクトスキルの発動条件が、優しくなると思います。はい、でこれロキ、いやロキは持っていないので、まあ当たったらちょっと使ってみたいかなと思います。ロキ持ってる方はね、本当これ重心抱えした方がいいかなと思います。はい、続いてが、モンストストライクコトダマンと、コラボが2回目かなあります。ムーンバードが、もらえます。これ明日からなので、コトダマン、はい、やりましょう。はい、最後になります。ネクストラッキーモンスターです。シャーバン、ピーガ、ノバーリオン、ダヴィンチ、ダヴィンチの第10使徒で、ジューダスと第13号機になります。ちょっと第13号機はドロップなの、まあ、常設でドロップ、出力の証拠復刻なのですが、まあ、この中で作るとしたら、まあ、シャーバー、魔族キラーでゴリ押しで、まあ、15制限なんですけども、これも割と簡単です。あとティーガ、昔のクエストティーガでダメージボールの対策、共有者のキャラであれば、まあ、いけるかなと。で、ダメージの、第10シートです。エクスカリバーとか、まあ、これはワーッとダメージボールで、かなり本当共有者のキャラであれば、もう楽に周回できますので、ダメージ第10シートはおすすめです。あとエバーコラボなので、また次ね、あの復刻するかどうかも分からないので、まあ、この機会に、作るといいのかなと思います。はい、次回は、モンスト公式が5月14日の、木曜の16時、からになってます。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。